と今日は、はい、キズナアイちゃんとコラボ動画を撮らせていただくんですけども、いいんですか、いいんですか。いや、せっかくコラボしていただくんですけど、はい、あれやりたいなと思いまして。あれやっちゃうんですか。やっちゃいましょう。ピーナッツくんコラボ中なら録音でも気づかれない説、よいしょ。大目室にやったりはですね、大成功しましたね。いやいや、もう気づかれるよ、さすがに。愛ちゃんは気づくわ。愛ちゃんとしやすく結構もう歴史長いですから。歴史長いですから、何回もしますし、はい、コラボ中にね、録音した音声をずっと流します。そう、ピーナッツくんはもう一切喋らない。返事のとか愛ちゃんとか、はいはいはい、全部事前に録音して、素晴らしい、それを流していきますんで、はいはい、あと僕のこと多分好きだから、ちょっとピーナッツくんとコラボできる、でいつもとちょっと違うピーナッツくん、はいはいはい、異変に気づくはずなんだよ。前回の状況とは違って、はい、お店はゲームやってたじゃん。あー、そうだね、今回出題者ですからね、ピーナッツ。そう、今回僕司会だから、はい、でどうなるんでしょうか。レッツーアイちゃんドッキリ。こんにちは、ニーポラよー。こんにちは、ピーナッツくん。テンステン。だけど本日は超超超超スペシャルゲストの方に来ていただいております。自己紹介お願いします。キズナアイです、よろしくお願いします。お願いします。アイちゃん、お願いします。はいはい、ピーナッツくん、ポンポコちゃん。いや嬉しすぎる、ポンポコちゃんの動画初コラボですよね。やばい。いや、そうなの、そうなの、嬉しい。本当に呼んでくれてありがとう。いやもうアイちゃんに来ていただけると、ポンポコさんとアイちゃんって意外とそんなに絡みないですよね。そうそ そう、なんか大勢でみたいな感じだよね。なんで今日はね、アイちゃんがスペシャル AI が来てくれるというわけで。なんだなんだ。 AI なら AI クイズ全問正解できる説、よいしょ。イエーイ、イエーイ。どういうこと。 AI クイズって何。 AI クイズ、なんか最近 AI… アイちゃん、あー、どうした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 、発作かな。今日は私、司会をさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。今日はピーナッツくん司会、ポンポコとアイちゃん回答者ですね。アイちゃんって AI じゃないですか。そうですね、はい、なんで他の AI の思考回路も絶対わかるはずだと思うんですよ。もうね、うん。AI の思考回路を見抜け AI クイズ。はい。これからですね、 AI を使ったクイズを出題します。 AI ならこの問題絶対解けるはずなんで、ぜひ愛ちゃん頑張ってください。さあ行くぞ。これ今日愛ちゃんポンポコに負けたら相当やばいので、はい、これは AI に作ってもらった絵です。何の絵、何の絵。なるほど、え、分かったと。ある単語をもとに AI が絵を生成してくれるサイトなんですよ。これも完全に AI が作ってくれたんですけど、何の単語をもとに作った絵でしょう。回答はせーので答えましょうか。せーので、はい、はい、ではいきます。せーの、ドラえもん。ドラえもん。正解はドラえもんです。あ、やった、二人とも正解。アイちゃん正解。ちょっとイージーだよね、ポンポコちゃん。ポンポコさん正解。ちょっとイージーだな、これ。続いてまいりましょう。これは何の絵。でもこれ動物っぽいよね。あ、なるほど、なるほど。え、どうなんだろう。結構簡単なんじゃないですかね。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。回答はせーので答えましょうか。はいはい、はい、ではいきます。せーの、はい、怠け者。犬。正解はタヌキ。タヌキ、タヌキ。なるほど、犬の方が近い。いや、怠け者が近いんじゃない。え、アイちゃん残念。シンパどうすか。ポンポコさん残念。アイちゃん残念。ポンポコさん残念。両方残念ってことは、あ、そうだね、意味わかんないね。ちょっとやる気が。続いてまいりましょう、ね、早くやってもらっていいですか。問題、これは何の絵。うん、なるほどですね。あ、これ余裕じゃない。余裕っすね。あ、これ余裕っすね、もうね。オッケーオッケーオッケー。アイちゃん大丈夫、応援してるよ。大丈夫、余裕。ポンポコさん黙れ。お、せーの、大豆。ピーナッツ。絶対引っかかったよ、アイちゃん。これ絶対引っかかれないよ、これ。え、ほんと、ピーナッツじゃないの。正解はピーナッツくん。やったー、ポンポコちゃん、ウェイ。アイちゃん正解。続いてまいりましょう。はい、大喜利人工知能に大喜利をしてもらいました。どれが AI の答えでしょう。え、難しそう。その他2つは僕の答えです。結構秀逸そうだな。バンドの解散理由第200位はどれが AI の答えでしょう。なんだなんだ。ボーカルがカレーしか食べないは、うん、ピーナッツ君考えてそう。あー、平成のトイレが長い、もうなんかピーナッツ君が考えてそう。
そりゃもちろん愛ちゃんと僕の間柄なら、ねえ。え、ない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 。はい、では行きます、うん、せーの A B。 あー、分かれた分かれた。正解は C。 マジかよ、どっちも分からんことある。素直に C 行けばよかった。愛ちゃん残念。ポンポン残念。続いてまいりましょう。はい、どれが AI の答えでしょう。じゃんけんポンに変わる新しいじゃんけんの合図は弁前勘。どういうこと弁前勘。分からん、もう AI の言うことは分からん。どういうこと。どういうこと。 B は絶対ピーナッツくんが考えてると思う。あー、ぽいぽいぽい。弁前勘は分からなさすぎて。あいちゃん大丈夫。あいちゃん応援するよ。あいちゃんが言いそうな。ポンポコさん決めた決めた。黙れー。おう、はい、ではいきます。はい、せーの。お、分かれた。お、また分かれた。正解は A。 やったー。マジか。正解は A。 正解。どれが AI の答えでしょう。どれが AI の答えでしょう。分かった分かった。100年後の VTuber どんなの。 B ボタン一つで砕け散る。 C どういうことだ。逆上がり系 VTuber の逆転って。分からんよ。なんかピーナッツくんのセンスもこれやばくない。これやばい。そうだね。超音波 ASMR でイルカバミがやばいよ。それよくわかんない。あ、待って、私わかったかも。え、すごい AI。 いや、嬉しいよ。何がだよ。そんなことないよ、僕は愛ちゃん一筋。何が何が。会話になってないんだよ。オッケー、はい、ではいきます、はい、せーの、はい、C。 正解は B。 あれ、壊れただろ、壊れてただろ。マジで全然わかんないんだけど。アイちゃん残念。ピーナツくん考えただろ、 B 絶対。ポンポコさん黙れ、はい、小説の続きを書いてくれる AI に小説の続きを書いてもらいました。なるほど。どれが AI の文章でしょう。その他2つは僕の文章。なるほど。ピーナッツくんは銃弾で撃たれた。彼は最後にこう言った。くしょう、あの野郎、また会ったら殺してやる。 B、 頼むから静かに寝かしてくれよ、子猫ちゃん。 C、 結婚しよう。 B と C、ピーナッツくん見ない。あ、子猫ちゃんとね、結婚しよう。これが AI の文章でしょ。ね、そう、子猫ちゃんがね。あー、いや、これは、ね、消去法でね、あれしかない。消去法でね。せーの。A。 正解は A。 おー、簡単簡単簡単。アイちゃん正解。ピーナッツくん無視。ポンポコさん正解。そうそう、ピーナッツくんが言ってるの脳内再生できるもんね。この笑い方何、ピーナッツくん。続いてまいりましょう。まいりましょう。ピーナッツくんは散歩をしていると道端で A、 カンガルーを見た。どうやら動物園から脱走したらしい。 B、 寝転がっている犬がいた。オイラと同じだな。その犬は鼻をヒクヒクしながらあくびをしていた。 C、 空き缶を蹴っ飛ばした。空に舞い上がり重力に逆らうように大気圏を突破した。宇宙の始まりだ。 C のロマンがすごいぞ。すげえ、読み上げ絶対愛ちゃんにしてもらった方がよかった。最初からそうすればよかった。結構簡単なんじゃないですかね。え、 B はなんかオイラと同じだな、だからピーナッツくんしょ、うんうん、はい、ではいきます、はい、せーの。C、 A。どっちだ。いや、どうだろう。正解は B。 マジ？え、マジで？ちょっと、いや、オイラと同じだなって。アイちゃん残念。ポンポコさん残念。マジで？やられた。いや、ちょっと待って。ポンポコさん残念。まあ、AI はポンポコは。いや、でもオイラだけに着目しすぎたわ。いうわけで、あ、終わった？アイちゃんの勝利。あ、やったー。ゴルフ。ゴルフ。ゴルフって言った？ちょっと待って、どういうことなの？アイちゃん。はい。そりゃもちろんアイちゃんと僕の、そりゃもちろんアイちゃんと僕の。いや、嬉しいよ。やっぱね、優秀な AI だから気づくと思ったんですけど。え、何？アイちゃんやっぱ優秀だからな。わかった。アイちゃん大丈夫？録音ってこと？応援するよ。そう。ピーナッツ。私ずっとさ、電波が悪いのかと思ってた。優しい。ポポコちゃんが突っ込まないからなんか普通にやっちゃってた。どういうこと。本当だ。いや、なんかずっと同じ笑い方するし、なんか今日はそんな日なのかな。こら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 。ヤツくん帰っておいで。
こらこらおかしいだと思ったんだけど、はい、電波かと思ってた、完全にちょっといや、気づかなかった。アイちゃんのプロ精神が、そら文章も読まないしだわ。ちょっと気づいてよ感想しちゃった、気づかなかったわ、はい、いやでも気づかないぐらい僕はちょっとうまく進行できてたってことでしょ。いやいや、お前の友情そんなレベルなんだよ。そういうレベルだね。やったー。というわけで検証結果、最強の AI 愛ちゃんは AI クイズにも答えられないし、録音にも気づかないでした。ちょっと、スタボロちゃん、スタボロの検証結果じゃん。言い訳すると、私は、はい、コミュニケーション特化型 AI なんで。いやいや、だったら気づくでしょ。この拙いコミュニケーションで。え、だから違うって、空気読めちゃうからさ。会話しきれ、高性能すぎた。なるほどね。読めないんだ。優しさで。優しさ出ちゃったな。その優しさが心苦しかったよ、僕は。というわけでね、はい、愛ちゃんが今回ね、コラボをお誘いさせていただいた、前からずっとコラボしたかっていうのはあるんですけども、はい、ちょっとね、スリープ前ということで、はい、2月26日のライブを持ってね、愛ちゃんがね、長期間スリープに入っちゃうというわけで、はい、はい、ですね、サプライズと言いますか、何、今のじゃなくて、ドッキリじゃなくて、長期間お疲れ様でしたというのも合わせて、はい、寄せ書きを用意させていただきまして。何の寄せ書き？ VTuber のみんなから、VTuber などみんなから、ちょっと、オカピーから、あ、これなんかあるなって思った。え、見たくないな、今。あ、なんで？だってあと1週間以上あるんだけど。読むわ。あ、目で全然読み上げなくて大丈夫。え、めちゃくちゃいろんな人。いや、そうなんですよ。嬉しい。で、急にね、声かけさせてもらったんですけど、愛ちゃんにも、みんなにも。ありがとう。いや、ぜひね、この皆さんの、まあ、特にね、僕もちょっとメッセージを捨ててるんで、その辺はなんか否定だけに主張がね、強い顔のね。切り取って机の、机の下に入れといていただいても大丈夫です。あ、机とかないんで大丈夫です。はい、はい、はい、え、ありがとう。後でゆっくり読む。ゆっくり読んでください。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。え、めちゃくちゃ、嬉しい。え、ありがとう。本当にこうコラボとかさ、こういう動画撮らせてもらって思うのが、なんかもっと早く、なんかもっといっぱいコラボしたり遊んだりできたらよかったなってすごいね思う。いやー、ね、泣ける。ストップ、泣ける。僕らもっと早く出会ってればな。なんかちょっとね、ちょっと方向性が違うだけ。僕らもっと早く出会ってれば。アイちゃんのピアス大概早かったろ、お互いの認知は。ピアラ作ったら結構ね、初期にめっちゃコラボしたけどね。ラップしたけどね。ラップしたい。ラップしましたし、フードファンタジーね。そう、お豆さんのやつ。あ、お豆さん。はい、なんかまだね、全然実感がなかったんだけど、じわじわね、ちょっと来てますね。そうだね、もうあと1週間ってなってくると、じわじわ。いや、でもまだ全然 1% ぐらいかも。え、そうなんだ。この寄せ書き前日とかに読んだりとかして、かみんなのコメントとかね見たり、エゴサしたりするとちょっと変わってくるのかな。エゴサした時はもうやばいやろね、前日の。想像つかない、 その感情が、ね、まださ、明日がある。そう、多分ポンポコちゃんとピーナッツくんとこうやってゆっくりなんかお話とかコラボするのも、きっとフォールアイズがこれが最後だろうし、とかなんか最後を積み重ねていくとね、ちょっと来るものがあるね。今日使った音声全部ファイルにして送りますね。じゃあ大丈夫ですよ。お気持ちだけね。ZIP にして送っときますわ。はい、ZIP に回答していただいたらもう50個ぐらいの音声ファイルあるんで。永久冷凍しときますね。永久冷凍。永久圧縮。開かれることはないであろう。いっぱいね、フォールアイズで暴れていただいて。あ、そうですね、フォールアイズ。ライブも楽しみにしていますので、頑張ってね、最後まで。応援しております。頑張ります。ありがとうございます、本当に。ありがとう、頑張る。いや、今日は本当に録音今。やっちゃいます。いや、今日とコラボしていただき、ありがとうございました。ありがとうございました。あと1週間駆け抜けてください。そしてライブも、ホールアイズもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今日も見てくれてありがとうね。また明日。